皆さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士のぬのめです。今日第14回は、前回に引き続き、皆様からいただいたご質問に、回答していきたいと思います。今日は、としろ山本さんからいただきました。糖尿病予備軍なので、米もガツガツ食べられないのですが、どのような食事なら痩せずに、体を大きくできますかという、ご質問について、答えていきたいと思います。糖尿病予備軍ですね、血糖値がちょっと高くなってきているということかと思うんですけれども、糖尿病っていうのはですね、なってしまいますと、本物の糖尿病になってしまいますと、もう治すことができなくてですね、常にずっと血糖値を気にしながら、食事制限ですとか、場合によってはインスリンの注射を打ったりですとか、その後合併症とかも出てきますので、ちょっとなってしまうとね、なかなか大変な疾病なんですけれども、ですので、この予備軍のうちにですね、治すことというのができますので、この時期というのがとても大切になってくるかと思います。糖尿病予備軍ですとか糖尿病というのも、人によるんですけれども、多分こちらのですね、ご質問いただいた、山本さんはですね、体を大きくしたいとおっしゃっているので、そんな肥満とかそういったことではないんだと思うんですね。そういった家族的な遺伝で、なられる方というのもいます。ただ大体の方というのはですね、生活習慣病ですとか、肥満というのが、原因で、運動習慣がなかったりですとか、ちょっと食べ過ぎてしまったり、食生活の乱れなどから、引き起こしてしまう、疾病かと思います。で、今回はですね、このご質問いただいた内容に沿って、糖尿病予備軍の方が、糖尿病にならないために、それでいてしっかりと、痩せずに、体を大きくしていける、ためにはどうしたらいいのかというふうに、ということでお答えしたいと思います。まずですね、この糖尿病予備軍の、場合はですね、大切なことが、いくつかあるんですけれども、一つ目はですね、食事を1日のうちに、3回、しっかりと摂ることです、が 大切です。例えば食事がですね、1日2食とかになってしまいますと、1食食べた後、次の食事までに時間が空いてしまうと、その間お腹が空いているので、どか食いをしてしまったりですとか、そういった量が、偏ってしまうことというのが考えられます。そうしますと、たくさんの量を一度に食べると、血糖値もですね、急激に上がりやすくなってしまったりしますので、特に朝食を抜かずに、朝昼、夕とですね、3食と、きっちりと、摂ることがまず大切です。で、もう一つがですね、いろんな食材を、食べること、が大切です。食材がですね、種類が少ないですと、消化吸収がですね、短時間になってしまうんですね。やはりいろんなもの、いろんな食材を、一緒に食べた方が、消化吸収には時間がかかりますので、その時間がかかることによって、急激な血糖値の上昇というのも、抑えられますので、2つ目は、いろんな食材を、食べるということが大切になります。で、あとは、時間をかけてゆっくりと食べることも大切です。やはり早食いをしてしまいますと、これも、血糖値の、急激な上昇につながってしまいますので、ゆっくりと、時間をかけてよく噛んで食べることが大切です。そしてですね、この糖尿病予備軍の方がですね、気をつけていただいこと、いただきたいこととしては、動脈硬化の、合併症ですね、こちらに、なりやすくなりますので、こちらの、予防というのも、大事になってきます。ですので、それも踏まえて、じゃあどんなものを、食べたらいいのかと言いますと、例えば主食でしたら、先ほどからお話ししている通りですね、急激な血糖値の上昇というのが、良くないので、それを緩やかにするためには、食物繊維が、すごく重要になってきます。
ですので、食物繊維の多い主食をとることが、望ましいかと思います。例えば、玄米ですとか、そういったちょっと食物繊維の多いものですね。あとは麺類ですとお蕎麦なんかも、うどんに比べたらお蕎麦の方が、食物繊維が多いです。ですので、ご飯食べるときにですね、全部玄米ですとちょっとパサパサしてしまいますので、普通の精白米ですとか、胚芽米といったものに、少し一つまみぐらい、玄米を混ぜて食べるですとか、雑穀、を入れたもの混ぜたものを、食べていただくとかするといいかなというふうに思います。あとは、タンパク質ですね、タンパク質の種類なんですけれども、動脈硬化も、予防したいので、脂質があまり、多すぎない食事にしていただきたいんです。ですので、お肉も、使う部位というのがですね、脂質の少ない、部位を、使っていただくとか、お肉よりも、魚の方を、多めに食べていただくというのもいいかと思います。魚の 中ででもですね、青魚には、N-3 系、オメガ3ですね、こちらが多く、含まれている、青魚ですね、こちらの方が、より、動脈硬化の、予防に、効果があるかと思います。あとは、野菜ですとか、海藻ですね、野菜海藻はですね、ビタミンやミネラルが、豊富に入っています。それでいて、エネルギーも、少ないので、こちらの野菜というのは多く摂っていただきたいです。で、野菜の中でもですね、特にキノコですとか、食物繊維の多い野菜ですね、ごぼうですとか、あと緑黄色野菜ですね、そういったものも栄養が高いですので、いいかと思います。なかなか食事 の、制限、エネルギーとかもですね、あまり摂りすぎてはいけないので、食事量が減りがちなんですけれども、そうするとミネラルとかビタミンも少なくなってしまいますので、特に意識していただきたいと思います。ですので、ポイントとしては、脂質を少なめにして、食物繊維は多めですね。あとは、食塩もですね、あまり摂りすぎてしまわないように、気をつけていただきたいと思います。ですので、調理方法もですね、揚げ物とかよりも、焼いたり蒸したりしたもので、味付けもですね、濃い味付けになってしまいますと、ちょっとご飯をたくさん食べてしまいたくなりますので、あまり濃い味付けではなくって、お酢とか、そういった酸味とか、そういったものを使って、あと香料ですね、柚子を添えてみるとか、そういった工夫をしていただいて、調理を、したものを選んでいただく、もしくはご自分でそういったものを、作られるのがいいかと思います。なかなかですね、こういった食事の少し制限が出てきますので、その中で、体を大きくするというのはですね、一気にはですね、なかなか、その体重を増やすっていうところに難しいところもあるかと思うんですけれども、3食、しっかりとバランスのいい食事をして、体の方も、体を大きくするということもそうですが、やはり、この糖尿病予備軍というのをまず疾病にならないように、糖尿病にならないように、していただくことが、重要なのかなというふうに思います。またですね、こういった、糖尿病ですとか、そういった疾病がある場合にはですね、担当の、かかりつけのお医者様がいらっしゃいましたら、そちらの方でもですね、食事指導、していただけるかと思いますので、そちらの方にご相談いただくのもいいかと思います。はい、それでは、今回第14回は、田代山本さんの、質問についての、回答となりました。ありがとうございました。今後もですね、また皆様からの質問ですとかご要望についてお答えしていきたいと思っておりますので、ある方はコメント欄にコメントの方していただければと思います。よろしくお願いします。